ゴッドファーザー <laughs> 時給5000円ですかいいじゃないですか。はい。あのそういう風に明確に言えることが大事なんですよ。これがね、時給1000円でも時給3万円でもいいんですけども、ポンと出ることが大事ですね。すでに自分は起業してるんだという意識がね、この時給いくらっていうのが答えられないとか、自分で自分を雇うときに、このぐらい払えないのかとかね、このぐらいもらえないのかっていうことが、すべて基準になっていくんですよ。 で、他社に雇われるときとか、他社を雇うときも、その基準からどういうふうにいくのかなってことを考えて、目利きをしていかなくてはなりますよね。で、私はまあ、事業をやる中で、従業員の給料とかね、あのー、アルバイト情報誌に、企業側として掲載するときに、時給いくらとか、待遇はこうですっていうのを書かなければなりませんけども、その時の決め方は、アルバイト情報誌のね、なんかこう、あるじゃないですか、雑誌が。そこに書いてある、平均単価で、 やるんですよ。だから市場に合わせるんですよね。だから自分の基準ではないんですよ。まあ、それはそれで一ついいのかなと思います。通常だったらもうちょっと払えるところを、あ市場では時給850なのかなと思ったら850につければいいんでね、楽なんですよ。でも何もないところ、特にうんそういうな人材募集のペーパーに出すわけでも何でもないときっていうのは、えー、本当に面接に来てくださった方とかね。 それからいろんな事前資料を送っていただいた方に合わせて給料を決めますね。はい。というところで、今回ね、時給5000円。それを30分5000円、15分5000円にしようかなっていうね、そういうふうな考え方ですけども、全然構いません。それで、グッドだと思います。えー、というのがね、やっぱりこう、自分で自分の給料を、そして自分の商品の単価を決めるってことは、その金額の責任を取るっていう気持ちのあられなんですよ。ね。やっぱりこう、 まあ食事をするにしてもね、割烹とか行くと、ランチで2万円とかするわけですよ。でも2万円分の責任を取る環境だったり、サービスだったり、まあそういうふうな、ね、食事のネタだったりとかね、するわけなんですよね。そこには知識とか経験がものすごく盛り込まれていて、やっぱりね、コンビニで500円や1000円の弁当が売ってますけども、それには変えられないものがそこにあるんですよね。だからその分だけ責任を取ってるんですよ。でもコンビニも500円、1000円で出てる弁当は、 それなりの責任を取ってますよね例えば弁当の中になんかね異物が混入されてましたっつったらそれはスーパーバイザーとかねそのエリアの担当マネージャーとかが「すみませんでした!」みたいなね謝りに来ることがあると思うんですよ私はちょっと経験ないんですけどねだからね5,000円じゃないや500円とか1,000円でも出してる以上販売店はあ腹くくってると思うんですよね それから、ね、数万円であろうと何だろうと同じようにです。で、そっかも費用いただいて運営してますんでね。えー、まあこの、塾生さんの悩みにはしっかりと答えていくという責任を取ってるんですよ。ただ、塾生さんがお金に困ってるのに困ってますって言ってこない限りはどうしようもできないんですよね。でもはっきり言って困ってるはずなんですよ、皆さんね。お金の問題を解決してるように 私は思えない人がまあこうやって浮かぶんですけどもその方が何かね相談を持ちかけてくるところか行動をやめてしまうってことがありますんでちょっとちょっと自分の人生責任を持とうぜと思うわけなんですよ。まあ、ですんでね、あのー、個人動画ではあまり厳しいことはね言いにくいんですけどもんなんかね厳しいこと言うとそのいわゆるモチベーションに左右されるなっていうのはねお話しましたけども 厳しいこと言うと、モチベーション下がっちゃってやらなくなるんですよ。さなんか私のせいみたいになっちゃうんで <laughs>、違うだろうと <laughs> 思うんですけどね。あの、励ましたりとかね、良かったねって言ってるだけでは、うまくいかないんですよ。そうじゃなくて、危機感を、やっぱこうね、感じてもらわないといけないんで、それじゃどうしようもないよと。まだ稼げないのみたいな感じでね、ちょっとケツを取らていかないといけないというふうな形ですね。ちょっと話ずれちゃったんですけども、えー、モチベーションに、 左右されないつまり、会社に行くときに、モチベーションが下がっても、多分行くと思うんですよ、うん。経営者としてはね、ありがたくないことなんですよ。モチベーションが下がった人が、それでも出勤一日ってカウントせなくてはいけないのはね。なんか、こう、騙された気持ちなんですよ。まあでも、うん、働いてる方としては、今日は気が向かないんだけどなぁとかね、今日はちょっと、飼ってたワンちゃんが死んじゃったんだけどなーっていうふうな落ち込んでるときでも、 勤務して、おはようございます、みたいな感じでね、こうやって笑顔を向けないといけないっていう、そういう苦悩はあると思うんですよ、うん。だからそう考えると、自分の仕事、自分のビジネスをしてるのに、そのぐらいのモチベーションに左右されない精神を持たないといけないかなと思うんですけども、なぜかね、ちょっとこういうことがあったんで、会社から帰ってきて、なんとなく疲れちゃったんで、できませんでしたみたいになっちゃうんですよね。週刊中年ジャンプ、なかなかいい雑誌になったんじゃないですかね。 じゃあね、これから、まあメッセージを今回送るんですよね。こう、表情を豊かにね、自分の感情を表情に乗せて送るっていうことをしてみたらいいんじゃないかなと思います。ね、やっぱりこう、演じることも大事ですからね。こうやった音声と画像を使ってるわけですからね。演じることも大事です。演じる演じる。<laughs> やめろって。<laughs> はい、すみませんでした。じゃあ、ごどうぞ。